カルナモナドにまた新しい文字が。やれるのか。できるさ。ああ死ぬか。ここの地下には奴の触手が張り巡らされている。下手に動くと餌食だ。僕についてきて。ライン、後ろを頼む。おう、任せとけ。僕じゃない。このモナドが見せてくれてるんだ。そうさ。そして俺たちがまとっているこの光もモナドの力なのさ。カルナ、行くぜ。やったのか。行こう。奴はまだ上にいる。おう。たあ。ライン。てあ。大丈夫先生。カルナ、ごめん。僕。よっしゃ、変えられたな、未来。どうした？いや、変なんだ。僕の見た影は、こんな鬼神兵じゃない。そういや、あの黒い顔つきじゃなかったな。そういうのもひっくるめて変わったんじゃねえか。シルク？違う。これは違う！うっ！ジューズ！違う！あいつじゃない！だがこいつも顔がある。待っていたぜ、モナドの使い手。鬼神兵が喋った？クロが消すまくって逃げ帰ったっていうから、どんな野郎かと期待してたが、こいつは何の冗談だ。とんだ小賊子じゃねえか。ジュジュ、ジュジュ、この野郎、ジュジュを放しやがれ。ライン、後ろに鬼神兵。どうよ。ありがとうよ、シルク。なぜモナドが奴には効かない。顔と関係があるのか。けど動きは見える。あの時と同じだ。面白いじゃねえか小僧。ちょっと任せと。モナドの力ってやつか。だが所詮は生身。息が上がってきてるぜ。
背中は任せろ。お前はヤツを。分かった。ほらほら。今よ。の。てら。ち、叩っ切れねえ。邪魔してえぞ。ガイヤー。ここで時間切れかよ。運が良かったな小僧。その運今一度試してみたくねえか。何このガキは預かる。取り戻したけりゃコロニーシックスまで来いや。急がねえと食っちまうかもな。てめえまだまだ戦い足りねえんだよこの俺は。カルダ、カルダ。体験の平原から1年も経ってないのに奴らこんな数を揃えてくるなんて。お前の目から見ても厳しいか。オダマさん、カルナ衛星兵、新たな任務を命ずる。ジュジュと共に脱出艇の準備、コロニーから脱出する指揮を取れ。でも脱出艇に乗れる数は限られている。残った人々のためわしらは戦い続けねばならん。そんな顔するな。お前たちが逃げてくれた方が安心して戦える。約束してカルナ、私たちコロニーの外で待ってる。だから一秒でも早く迎えに来て。ああ、もちろんだ。約束する。約束だよ。それまでの間みんなは私が守るから。守らせねえよ。カルダ、てめえらみんなこの俺の餌だ。カルダ、ジュース、ジュース。よかった。目覚めたんだね。急にぶっ倒れちまうんだもんな。焦ったぜ。どれだけ経ったの？え？あれからどれだけ経ったの？4時間ってとこかな。行かなきゃ。私。待てよ。僕たちも一緒に行くよ。奴らの拠点に乗り込むんだ。人数は多い方がいいだろ。あなたたち
本当言うと倒れたあんたは置いて俺たちだけで行こうと思ってたんだけどさ、すぐに怪我する俺にはあんたのエーテルが欠かせなくてね。ありがとう、二人とも。あの日以来ね、コロニー6に戻るのは。でもまさかこんな形でなんてね。ごめん、感傷に浸ってる時じゃないわね。コロニー6へはジュジュが連れ去られた渓谷の先から抜けられるわ。さ、行きましょう。